交換神経 β 受容体遮断薬とは、交換神経のアドレナリン受容体のうち、β 受容体のみに遮断作用を示す薬剤のこと、β 遮断薬、β ブロッカーなどとも呼ばれる。臨床的には、高圧薬や、老作性狭心症患者の狭心症状予防、不整脈、心不全患者の心機能改善や突然死亡、心筋梗塞の心保護などの循環器疾患に、 対して用いられる。ベータ受容体遮断薬を分類するパラメータは多いが、特に重要なパラメータとしては、ベータ1選択性、内因性交換神経刺激作用、α 遮断作用の有無、効果の持続時間、使用性、水溶性の差などである。ベータ2受容体選択的遮断薬は、臨床で用いられていない。また、心筋拘束患者の再発防止効果が乏しく、 ガイドラインなどでは推奨されていない。医者の選択の意義としては、ベータ受容体遮断薬の副作用の軽減であるが、近年は、医者を持つ薬物を避ける傾向がある。ただし、起立性低血圧が発生することがあり注意する。コンセンサスを得られているベータ遮断薬の使い分けは、ほとんど存在せず、蒸気特性を踏まえて、個々の症例に合わせて処方されていく。 高血圧の第二選択薬、老作性強心症、貧脈性不正脈には、手脳みやメンテートなど1日1回で良いことからよく用いられる。心不全や心筋梗塞後患者には、アーチストを1日2回やメインテートを1日1回投与で少量から使用される。アーチストやメインテートは、基礎、動物実験で抗酸化作用も報告されているが、 臨床での抗酸化作用のデータは、両剤とも乏しい。同期に対する問用としては、インデラルが、また1日に解答用を行う場合はセロケン。高血圧や心房細動患者の心拍数コントロール薬としては、メインテート、心不全患者にはアーチストが用いられることが多いが、これらは、地域、施設によって傾向が大きく異なる。選択的よび非選択的なベータ1。 受容体遮断薬の適用について下記に示した。なお、ベータに受容体選択的遮断薬は臨床で用いられていない。ありがとうございます。